僕だったらですよ、言われた時に、あ、そうでした、合わなかったですか、つったら、じゃあ、まあ僕はアルパーを前面にこういきなり進めたりはしないので、XR3 で横にって言うんですけど、まあまあ、そうだった場合は、まあそしたらアルパーの1.1号とかちょっとゲージ細くすると負担かからないかもしれないですよね。でもまあ手首痛めてんであれば、で、横に、まあ、アルパーだった方がしっかり切れるし、ボールを潰していけるようになると思います。最近ね、ハイブリッドね、ちょっと僕の中でも復活してるっていうか、まあ、お客さんのチョイスに合わせて変えていくのをしてるんですけども、まあですよ、なら細めの、だからたまにね、バイフェス硬いよっていう人いらっしゃるんですけど、硬いわけじゃないんですよね。ちゃんとスイングしてたらボール潰れるし、だから横にポリをかませると、これ確実に切れます。よれる人は切れるので。ズボン着てた。はい、自己肯定感上げる点少し加藤です。今回ですね、ちょっとですね、他のチャンネルっぽい真似をしてみましたけど、どこのチャンネルでしょうか？当ててみてください。というのでですね、手を返しを変え、今日もよろしくお願いいたします。はい、丸 Y さん、YMUP2YL さんですね。いただきました。まあ、コーチに対してどうやって質問すればいいかっていう内容ですね。ちょっと読ませていただきます。コーチにどのように相談したらよいのか質問させてください。いつもお世話になっているコーチに、アルパワー1.25をあなたに絶対合ってますよとお勧めいただきました。試しに使ってみましたが、トビアダ感はかなり良かったんですが、肘手首に違和感を感じています。一応6年ほどテニス経験があるのですが、お恥ずかしながらナイロンガットをスイング中に一度も切ったことがありません。かっこ、へこみや食い込みが発生し、期間を考えて自ら交換でガット交換はあります。あ、すごい、こういう情報助かります。ナイロンが切れるくらい、上手にスイングできる人がボリを使うんだとイメージができてしまってます。おっしゃる通りですね。私個人としては、手首や肘に違和感があるのならまだボリは実力不足ではと思っているのですが、強くお勧めしてくれたコーチに申し訳なく、どのようにお伝えしたらよいか分かりません。コーチの立場から見てどのように相談されたら気持ちよく相談に乗れるのでしょうか。もしよろしければ、アルパーに変わりそうなガットも教えていただけると嬉しいです。長文失礼いたしました。すみません。一部付け忘れがありました。ラケットはグラビティツアー2023、ガットはアルパワーの前は XR3 を使用しておりました。はい。辛口でいいですか？ちなみに、これ、で、合わなかったって言って、怒るコーチはやめた方がいいですし、合わなかったって言って次の提案をしてくれるコーチはいいコーチだと思います。はい。もう概ねっていうか、もうおっしゃる通りで、僕は、この丸 Y さん、もう共感しまくります。で、まあ絶対って言葉をね、もし使ったとしても絶対っていうのはね、僕は使わないし、ちょっとこのコーチはちょっと自分を強く出したいのかなっていうのはあると思います。ただやっぱり、丸ワイさんに対しては、やっぱ好意を持ってるというか、この人上手くなってほしいなとかいう方だと思います。ウィルソンの契約のコーチでなければ、ね、スクールがウィルソン推しでなければ、間違いなくそれは、ウィルソン推しだった場合ね、ウィルソンのあれでアルパーとかあるかもしれないですけど。で、結論から言うとですね、僕はこれハイブリッドにした方がいいんじゃないかなと思います。要は、よれるってことは、綺麗にスナップバックもしないし、やっぱりレスポンスが悪くなるんですよね。だから、横にアルパワー貼って、XR3 使ってたら僕はバイフェーズがいいかなって。バイフェーズは1.18、1.24、1.28、1.30、1.32かな？ 3.4 か。なんか要5パターンあるんですよ。だから細めの、だからたまにね、バイフェーズ硬いよっていう人いらっしゃるんですけど、硬いわけじゃないんですよね。ちゃんとスイングしてたらボール潰れるし、だから、横にポリをかませると、これ確実に切れます。よれる人は切れるので、ハイブリッドにしていくのが僕一番だと思います。なんでこのアルパワーをっていうのが難しいんですけど、例えばデルポルトロ選手ってアルパワーだったっけな、昔手首の手術してるじゃないですか。僕もあるテニスうまい、コーチっていうか、まあ、選手に、アルパワーって硬いよねって言ってて、アルパワーで柔らかいってイメージがあるんですけど、合わない人は本当に合わないし、やっぱり手首痛めるっていうのはあります。だからそこがアルパワーラフとか、ルキシロンってすごく老舗ですごくいいんですけど、あとプロみたいにね、あ、ちょっとやばいなと思ったらすぐ変えられればいいんですけど、変えられないじゃないですか。しかもアルパワーって結構な値段するじゃないですか。だからそうだったら、アルパワーを横に
挟んで縦にナイロンが一番の、一応コスパから考えるとマイクロナイトアルパーとかがいいけど、僕はでもバイフェーズアルパーかなっていうのは。でバイフェーズはちょっと細いゲージに 1.24、 まあ 1.18 でもいいと思うんですけどね。そしたら確実に切れますし、切れる感覚を覚えてくると、切れる頻度に合わせてちょっと太、あの縦のバイフェーズをねちょっと太くしていく、っていうのが、いいと思いますね。だから僕はまあね、若い頃はこうガン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 押してたこともあったし、ちょっと自分のこの一辺倒な押し付けがましい感じになったこともあって、ちょっと反省はたたるんですけども、まあなんだろう、ただお互いそうですよね。お客さんの方からあのこれこうした頭の、いや私もうこのグリップで行くんで、例えばボレーじゃサーブに悩んでてね、まあボレーでもいいけど、なかなかうまくいかないんですよね。やっぱりそういう時とかって、高いボレーとかまあね熱くてもね体の前で取りやすくなるからいいんですけど、やっぱ低い時はやっぱ薄くしないとね、でこうヘッド出ないようにするためにちょっとこうね、あの薄く握ってこう握る感じで持ってった方がいいよねっていう話をするんですよ。でもいや私はもうそもそももうこのグリップは治らないからその中でってなっちゃったりね、またコーチ側が頭ごなしに否定から入るとか、こうしろとか、だからそのこの強く言うっていうのはどこまでか分かんないんですけども、あとやっぱコーチとしても本当にね、僕はありますよ、あの話聞いてて、あこの人ダメだなと思った他のコーチとか他のまあ仲一緒に聞くんですよ。してああでもそういう感じあるかなってなった場合は俺が正しいみたいな、でもそうじゃなくて、でもこの方ってこういう感じを考えるじゃないですかっていう、まあ、反論じゃないですけども、そっちのこの立場での、あの意見をもらった時に、あ、そっかって、じゃあこっちの伝え方がちょっと悪かったかなとか、もうこういう考え方があるかなってあるんで、大体そこら辺をこう一つの基準に、していますかね。まあでもそもそも、偉そう、例えばね、なんとかじゃんとかね、めっちゃなんか持論を展開されるお客さんじゃなくて、この丸合さんに関しては、コーチにそう言われたっていうので、だから、そうですね、これでどうこう言われたら、ね、例えばアルパー 1.25 でね、だ 僕だったらですよ、言われた時に、あ、そうでした、合わなかったですかつったら、じゃあ、まあ僕はアルパーを前面にをこういきなり進めたりはしないので、XR3 の横に言って言うんですけど、まあまあ、そうだった場合は、まあそしたらアルパーの 1.15 とか、ちょっとゲージ細くすると負担かからないかもしれないですよね。でもまあ手首食べてんだれば、まあまあ XR3 使われたんで、まあ同じテクニファイバーさんでね、縦にバイフェーズして、横にアルパーにするとちょっと変わりますよ、とか、そういう話を、しますかね。あとは、まあ、テンションが、高かったりとか、テンション聞いて、あ、このくらいだったら、じゃあこのくらいのテンションで、張っていくといいですかね、とか、そういった、こう、話の内容に変わるかな、変えるかなっていうのは、そうですね。僕は結構、自分だったらそうするっていう、感じですかね。だから例えばですけども、もう根本的に打ち方が変だった人とかも最近思うんですよ。でも大人じゃないですか。でやっぱストレス溜め込んでどうこうよりもちょっとでも発散したじゃないですか。だからちょっとずつですね。だから最近すごい僕はまあ信頼できる仲間のコーチとか話すのは、もう最近僕思うのはって、ちょっと変な打ち方の種類じゃないですか。でも究極試合したらなんかわけわかんない打ちだけどめっちゃいいボール飛ばす人いるじゃないですか、つって。だからそれをもう最悪目指してもらおうかなとか。で、やっぱその、あとは、癖がある人って、直したいと思ったところで、治らないから今があるんですよ。だからちょっとずつ、伝えていくと、やっぱり治っていくし、だから意識的に治せないから今があるわけで、だから無意識的に治すようにとか、無意識的に変わっていくようにって、ね、こう、導けるようにっていうのをね、でもまあ、ナイロンガットを切ったことがあるけど、食い込みが発生しって、だから僕はこれ、ハイブリッドが一番、いいと思いますね。近かったらうちで貼らしてもらえたな。でもそしたらそっち、ここのコーチとあれか、問題があるから。まあコーチもそうですね。コーチも話した時に、あんまり自分が強すぎるコーチっていうのも、会えばいいんですけどね。でも、会社でも家庭でも、
ね、友達関係でも、なんかいつもなんかこうやって上から言われてんね、コーチにもこう上から言われてもなっていう。正しいは正義ではないので、だから適切なアドバイスができるかどうかですね。まあ、あとこのコーチがアルパー 1.25 っていうので、まあ違う見方をするのであれば、そのスクールがどういうメーカーさんを推しているのか、でこれがウィルソンであったりすると、まあルキスロンはね、ウィルソンさん参加っていうか、あの日本では入っているので、まあ推してたのかっていう。でただただコーチがその自分が好きで張ってるとか、コーチの契約メーカーとは関係ないガットだった場合は、まあ、本気でいいと思って進めてるから、まあ他のありませんかっていう生き方もしてもいいと思いますし、そうですね、まあだからでもグラビティを使われてたら、そしたら逆にアルパーじゃない方がいいと思うんですけどね。グラビティツアーだから、ボール潰す系だからXR3、うん、で横にまあアルパワーだった方がしっかり切れるし、あのボールを潰していけるようになると思います。最近ねハイブリッドね、ちょっと僕の中でもこう復活してるっていうか、お客さんのチョイスに合わせてこう変えていくのをしてるんですけども、まあうちはね、店長ありきなので、まあ結構その本当はハーフハーフだとね2個買わないとってなるんですけど、まあそこはうまく流れをもあるんで、やりたいところをこう組み合わせたりするんですけどね、うん、なのでまあそうですよね、ここは難しいけど、まあちょっと参考にいただければと思います。何か言われてカットするコーチとか反論していくコーチっていうのは、ちょっと付き合っていくのはきついかなって思うし、まあ逆にそのコーチがどういった意図で丸Yさんに対してこういいですよって言った真意が分かってくるとお話しやすいと思いますので、はい、まあ、少なくとも嫌われてるか好かれてるかだったらめっちゃ好かれてると思いますので、頑張ってください。今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。